話って。あかり、よく来てくれた。実は俺、お前のことが、お前のことが、何よ。3番目に好きだ。え、3番目？ああ3番目？ああ1番目はクラスのマドンナユキちゃん。2番目は隣のクラスのアキちゃん。なんで私に告白してるの？みんな美人すぎて俺には手が届かないからだ。だけどあかり、お前ならなんとか手が届きそうだ。何こいつ、失礼すぎでしょ。しかももうすぐクリスマスだ。プレデターみたいな女でもいいから、クリスマスまでに女を一人確保しておきたい。キモ、いろいろやばいぞこいつ。というか付き合ってやってもいい？なんで上から目線？もっと言うと、お前は俺と付き合うべきだ。怖い怖い。俺がお前を守ってやる。お前に守ってもらう筋合いはない。俺のお母さんも君なら気に入ると思う。マザコン。正直、お前がこの世からいなくなっても俺は何にも困らない。こんなことを言っている間も、本当はまだ一番好きなユキちゃんのことを諦められない自分がいる。俺は弱い男だ。だけど信じてくれ、俺はお前が好きだ。信じられるか。あかりのことが大好きだ。ごめん、大声出さないでくれる？迷惑だから。絶対にお前が泣くようなことはせえへん。すでに泣きそうなんだが。絶対に嘘をつくこともせえへん。お前は正直すぎるから少し嘘をつけ。あと変な関西弁イラつくからやめて。絶対に俺がお前を幸せにする。すでに不幸なんだが。この通りだ。どの通りだよ。お願いします、一緒のお墓に入ってください。いろいろすっ飛ばしたな。ごめん、無理。ダメか、やっぱり自作の歌で告白した方が良かったかな。仕方ない、5番目に告白するか。キモ。今日の授業は終わり、また来てね。